こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひなりです。たくみです。はい。今日はですね、はい、皆様お待ちかねの。お待ちかねの。ジョグ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 。バン。ダダン。ボンボン。イエーイ。池崎みたいだった、なんか。流れが池崎だった。今日はですね、はい、皆様お待ちかねのルームツアーをしたいと思います。やった。お待たせしました。皆様お待たせしました。1日目を終えてですね、その後もちょこちょこね、家電とか家具とかがいろいろ届き始めて、割とお家らしいお家に、そうだね、一通りね、暮らせるくらいには、そうだね、ちょっと不自由はあるけどね、基本的には全然申し分ないくらいにはいろいろ揃ってきたので、そろそろ皆様に私たちの同棲ルームをお見せしたいなと思いまして、こことキッチンとかダイニングテーブルあたりしか映ってないので、ぜひちょっと楽しみにしてもらえたら嬉しいですという、こういうね、もうお話ももういいから早くしてくれと、もう10秒飛ばしてんだよこっちは、10秒で何回も飛ばしてんだよこっちはっていう、いつ始まるんだよ、今ねちょうど飛ばしてここにもなるから、みんな見ろよ最初から見返せよ、今すごい今大事なこと言ったぞ。ねむねむ神家のルームツアーレッツゴー。はい、まずはこちらが玄関です。すごい響いてるからそうね、伝わりそう。ここがシューズボックスになってて、収納ですね。おお。まだ私の靴ばっかりなんですけど、いっぱい入ってますね。入ってますね。なんかね、すでにちょっとパンパンそうでね、この先靴を買い足すのは難しそう。で、こっち側もシューズボックスなんですけど、お出かけにつけるアクセサリーとか。見せられるかな。ちょっとね、見せられない。ちょっとじゃあちょろっとだけ見せようか。この辺だけね。こんな感じで時計とか。リングとか。そうだね。基本的にはそういうものがいるね。メガネとかね。香水とか。もうちょっと綺麗にしたら。そうだね。はい、ということで、こちらがですね、洗面台です。綺麗、真っ白なんだよね、ここ。で、この下もなんだけど、ここも白で、ここがね、ちょっとタイルになってて。おしゃポイント。おしゃポイント。そう、で、ここはね、三面鏡ですね。ここがこうやって、開くやつ。中にはこんな感じで、僕何もないんですけど、コンタクトと、あと化粧水がこの中に入ってますね。この下には本当はね、隣に洗濯機が来る予定なんで、洗濯機用の洗剤とか、なんだろう、パイプウィッシュとかそういうやつを入れる予定、まあね、使う場面がないのでまだ未定だけど、見て、僕も可愛くない？これ何ですか？これはね、その水分がないところカサカサない、こんなスポンジなんだけど、水吸うとふにゃふにゃになるっていうスポンジ、吸水性がすごいスポンジね。そうそうそう、だからこの辺の水をね、シュッシュッって拭いて、今ちょっと綺麗にしたんだけど、からめっちゃ綺麗なんだけど、持ってくれるスポンジくんです。で、歯ブラシはお揃いです。可愛い歯ブラシ欲しいなあ。そうね。そしてコップはこれね、あの前のミッフィーってなっけ、で買ったこの巾着と同じ歌子ちゃんのやつ。そうそうそう、可愛い。あとこの辺はね、珪藻土のトレイとキレイキレイね、歯磨き粉ね、いいさ、ハンドソープ、あ、そう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 、いい匂いのハンドソープとか欲しいよね。イソップのね、ハンドソープ今狙ってんだよね。なんかおすすめあったら教えてほしい。そう、教えてほしいね。ここら辺とかさ、ここら辺はさ、100均で買ったよね。そう、全部100均だね。なんか入居にあたって100均で揃えたもの結構あって、それもまたいつか紹介できたらいいね。そうだね、100均結構優秀だったね。優秀、マジで100均もだし、あと3コインとかもね、結構買ったよね、いろいろ。そちらで揃えたものも結構あるので、いつか紹介しようかな。はい、こんな感じですね。じゃあ次行きます。はい、こちらがですね、キッチンになります。はい、キッチンです。今まででもちょっともう出始めてたので知ってる人も多いと思うんですけど、コンロが3つある優秀なキッチンです。新居に引っ越したら、普段どこでも私も料理を今までね、実家暮らしだから全然してきてないんだけど、まあしないよね、お料理動画とか撮りたいなっていう、そうね、割と Vlog っぽいの撮りたいねって話をしてたんで、割とキッチンにはこだわりました。こちらはたくみくんが絶望してやまなかったバルミューダのトースターです。はい、買いました。なんかまだ1回しか使ってない。多分この先いっぱい映ることがあると思うんですけど、なんかね、めちゃくちゃトーストが美味しく焼ける。そう。中ふわふわの外カリカリ、もちもちのトーストになります。そう。あと色がとっても可愛いので。いや、色やばいよね。この辺とかね。ちょっとね、なんだろうね。めっちゃ好きなんだよね。あとここもね、時間調節のところとかもね、ちょっとベージュと白で構成されててすごい可愛い。そしてうまく焼けるっていうね。で、まだここら辺がですね、かかってばりの調味料みたいなやつらなんですけど、いろいろね、まだ揃えてない。お砂糖ケースとかさ、お色かけとかさ、ブラックペッパーフリーフリーとかさ、そういうのまだ買ってないから名称が全然適当。そういうのを買ったらまたここら辺がちょっとおしゃれになるのかなって思ってます。まだね、本当に何もなくて、なんか最低限でね、冷蔵庫はね、でっかいの買ったんだよね。冷蔵庫は大きいのが良くて、っていうのも私が平日仕事してて、高見くん普段ね、そんなに料理もしないし、そうだね、どちらかというと多分私がする方なので、平日に料理が多分ほとんどできないから、土日に作って置いておいたりとか、作り置きだね。そうそう、で冷凍しておいたり、お買い物も多分毎日行けるわけじゃないから、買い置きがすごい増えちゃうって思って、大きめの冷凍庫とかがたくさん入るようなものを探して選びました。これもね、結構ね、いろいろ同じもので違うなっていうのをすごいいろいろ聞いて学んだから、結構大事だなって思った。冷蔵庫買ったことある人は分かると思うんですけど、550リットルっていうサイズなので結構でかい。もう普通に4人家族ぐらいの規模ですね。まあただね、長持ちするからね。こんな感じです。逆になんかまだ物がなさすぎるよね。まだないから写せるみたいなとこある。そうそうそう。ヒレートレモンすごいね。レモン、ヒレートレモン。ここにもいるからね。すっごい見て、大群が。そして脱臭炭が。あ、いますね。ボスが。うちの冷蔵庫の匂いを守ってくれています。まあこんな感じですね。牛乳が入ります。はい、ということでこちらがダイニングテーブルですね。基本的にご飯を食べる用の。机、多分もう上がってると思うんだけど、どうせ初日の動画の中で僕たちが鍋を食べてたところですね。美味しかったね。美味しかった。この椅子もね、すごい可愛いでしょ可愛い。テーブルもね、丸テーブル、ダイニングは丸テーブルがいいっつってたので丸テーブルを買いました。今回ちゃんと紹介はしないんで、また今度の動画でね、家具紹介、家電紹介っていうのを今度またするので、その時にまた詳しく喋るんですけど、家具紹介してくださいっていう要望結構多かったので、楽天ルームってやつを作りましたので、楽天で買ったやつだけ僕たち載せてるので、気になった方は概要欄ぜひチェックしてください。ということで次はリビングかいきます。はい、ということでこちらがリビングになります。いつもって言ってもまだ全然撮ってないんだけど、これからね、メインでいつもたくみくんのお家で撮ってたようなおしゃべりしたりとか、いろいろ話したりとかする動画、あと食べる動画もここら辺でもあるかな。そうだね。基本的にみんなが見る場所ここになるのかなって思ってます。そうだね。普段はテレビがあるので、こうね、右端にね、ゆったりしながらテレビを見たり、この間たくみくん頑張って作ってくれた、あ、そう、テレビ台ね。下にこいつです。テレビ台がいます。これです。で、これがですね、すごいのが上がるんですよ。そうなのよ。よいしょ。おお。こんな感じで。ちょっと中ね、汚いけどね。取るってなって。そう、綺麗にしたからね。詰め込んだから。詰め込みの跡がここにあるんだけど。許してほしい。私が結構仕事をリモートでしたりとか、あ、たくみくんももちろん編集をねすることがたくさんあるので、普通のリビングだったらね、低くても別に飲み物ちょっと飲んでお菓子ちょっと食べるぐらいだから問題ないと思うんだけど、私たちはこうパソコンをいじることが結構あるので、この座った状態で楽な状態でパソコンをいじれるっていうちょっと環境を揃えたいねってことで、リフティングテーブルっていうのを探して購入しました。これめちゃくちゃいい。めっちゃいい。今のところすごく気に入ってる。ソファーは3人掛けのソファーにしました。普段は2人になるから2人掛けでもよかったんだけど、1人が寝っ転がっても座れるくらいの余裕があるのと、寝っ転がれる？あとこんな感じ、余裕だね、あと、あ、そう、これがあります。これちなみにこれがある。気をつけてみんな。そうね、結構ソファーって私も調べてみて知ったんだけど、肩ぐらいで止まってるところがすごく多いので、これは「はいです」って言ってるやつなのだから、結構普通よりも高いやつなんですよ。なのでこうやって座った時にちゃんと首のところにきますね。これがめっちゃ楽で、テレビとか見てる時にはーってなっても全然苦じゃない。今のところは気に入ってる。まだわかんないけどね。わかんないけどね。ということでじゃあ次行きましょうか。行きましょう。はい、ということでこちらがですね、ベッドルームでございます。ベッドルームまだね、実はベッドフレームが来てないんですよ。低すぎるやろ。そうまだだからベッドのマットレス直置きで、上にシーツつけて、これが羽毛布団ですね、なんかもう寒くなってきたじゃん、少しずつだけど、なのでもう普通に毛布使ってます。でこれね、可愛いでしょ。これシーツとこの毛布カバーとこれ枕、かわいい。これセット全部ありで購入しました。あとこの大きさがね、ダブルサイズを買いました。なので結構ゆったり寝れるよね。ダブルあるから。この辺にちょっといろいろあるんですけど、この辺はまだね、ちょっとベッドフレームが来てからいろいろ考えようと思ってるところなんですよね。そうね。そう、そんなもんかな、紹介するところ。はい、ということで、ねむねむ新居のルームツアーでございました。どうでした皆さん。ね、まだちょっとね物足りなさとか、新居だからこそ綺麗じゃねえかみたいな感じもあったと思うんですけど、本当にその通りで、多分こっからねもうちょっとこう生活感っていうの、多分出てくるかなとは思ってます。うん、間違いないです。あと全然足りないものとか、まだまだ届いてないものとかもいっぱいあるので、ちゃんとねベッドフレームだったりとか、あと食器棚も来てないんだよね。そうそう。だからそういうものが揃ったらまたこれが完成形だよっていうのをちょっとみんなに見せたいな。まだちょっと私的には物足りてない。俺も足りてない。今回、私たちも初めての同棲なので、家バレを避けるためにね、画角を狭めたりとか、そういうことをして、ちょっとなんかもうちょっと見たかったなっていう子もいると思うんだけど、この動画を見てね、きっとなんかすごい得意な人とかね、調べたりとかするかもしれないんだけど、すごい不安なんです今。すごい怖くて、2人とも初めて実家を出たし、慣れてないところとかもあるので、そういうのをもしここ知ってるぞって思ったとしても、それをねこうネットに書き込んだりとかコメント欄に書き込んだりとかするのは控えてもらえたら、というかやめていただけると嬉しいなと思います、うん、多分そんなことを言わなくても分かってるよっていうほとんどだと思うけどね、うん、そうもちろんそれは分かってるんだけど、うん、あとあれよね、多分僕たちも普通にスーパー行ったりとか自分たちの住んでるエリアの近所は絶対やると思うんだけど、全然声かけてくださったり、うん、写真お願いしたりとか全然大丈夫なんですけど、どこどこにいたとかどこどこであったっていうのはなるべく書かないでいただけるとありがたいなと思います。一通り僕たちの納得いくお家というか、家具が全部揃って家電が全部揃って、まあ、生活に慣れてきてみたいな感じになったら、また詳しく家電家具についてお話しする詳しく家電とか家具についてお話しする動画とか、僕たちがね新居選びに際してどんなことを気をつけてたのかとか、あと住んでみて分かったこととかね、そういうのもちょっと喋る機会を作りたいなと思いますので、ぜひそういうのも楽しみにしてくださったら嬉しいなと思います。はいはい、ということで、なんだよ、左のクローゼット見れると思ったのに見せてくれねえのかよと思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いつ見せるんですか？いつか。まだね、全然整理ができてないの。ごちゃごちゃだろうの。もう服が多すぎるのよ、マジで。なので、整理をしたら今度また、そうだね。お見せしたいな。うん。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。